版仮面ライダーゴースト。ダシマトランチャダシマ動画チャンネルカです。ゆうきです。今日はこちらこちら仮面ライダーゴーストキッド4。はい、ラインナップはアイコンドライバー G、 サングラスラッシャー、メガウルオーダー、ゴーストドライバーの全4種になります。また新しい食感がね出ましたよ。うん、でね、早い。もう出たよ。うん、もう出たの。アイコンドライバー G の食感ね。うん、すごい、後ろはこんな感じです。はい。アイコンドライバー G もね、ボタンも押せるし、レバーも動くみたいなので、うん、結構このデラックス版のね、動きに近い動きができるんじゃないかなと思います。うん、はい、じゃあね、うん、全4種開けていきたいと思います。はい、そんなわけでね、パーツを全部出しました。アイコンドライバー G は結構簡単そう。はい、うん、これとこれだけだから結構簡単そう、うん、こっちも簡単そうだね。うん、サングラスラッシャーもね、これだけ。メガウルオーダーもこれだけ、うん、ゴーストドライバーもね、これだけです。うん、じゃあね、作りたいと思います。はい、はい、そんなわけで見てくれ、全部作りました。はい、ですね、僕こういうのすごい苦手でですね、約1時間かかってしまった。じゃあ、まあ、とりあえず1個ずつ見ていきましょう。はい、はい、まずこちらグレートフル魂のアイコンドライバーです。はい、周りはねこういう感じになっております。ゴールドの部分以外は全部シールです。このようにね、15の英雄の顔があります。で、上はねこういう感じで、ここの窓からねアイコンの上のところみたいのがねこうあります。で、レバーとスイッチ、これはもう押せます。デラックス版と一緒に。だが、しかし、押せるんだが何もならない。デラックス版はね、このレバーをガシーンってやったら、ここがガシガシねこうやって動くんですけど、これはねこの下のこの歯車的なやつをねこうやって回すことによってここが変わります。こんな感じですね。大きさ的にはデラックス版とね比べてみると、大きさはこれぐらい違います。普通のアイコンぐらいの大きさ、アイコンよりちょっとちっちゃいぐらいですね。こんな感じになっております。あ、もうちょっとパーツで色分けしてくれた方が良かったんじゃないかなとは思うんですけど、まあいいんじゃないかな。変身、続きましてメガウルオーダー見ていきたいと思います。こんな感じです。はい、この辺のねもう緑とかもう色ついてるとこはみんな汁です。ただね、これはね結構いいよ。はい、ネクロムゴーストアイコンはねこんな感じです。ちっちゃ、音はね、いないよね。それではならないよ。すごいですよこれ。これねちゃんとアイコンが入るんです。ここにこのセットちゃんとね、デラックス版のようにねここが動いてこの位置になります。ちゃんとそして遠心でここもちょっと見づらいんですけど、ここもあの微妙にこう押せるんですよ。押せるようにはなっています。ただちょっと硬いからグッてたポキッていきそう。でもねこれは本当に結構完成度的には高いんじゃないかなって思います。はい、デラックス版と比べるとこんな感じです。結構いい出来だよね。ね、ステンバイ、ローリング、変身、テンガン、ネクロム、メガブルオーダー。はい、続きましてこちらサングラスラッシャーです。周りはこんな感じです。いいっすね、サングラス。なんか目が飛び出てるみたいね。えかなとくん、目が飛び出てるよ。この黒いところはシールね。ここもシールです。シール、ここも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 シール。そして闘魂ブーストはこんな感じです。ちっちゃい、ね、デラックス版と比べるとねこれぐらいの差があります。サングラスラッシャーはですね、なんとここを回すことによってね自由モードになるんですね。シューッと
つってね。そしてこのサングラスね、デラックス版のように、動きます。そしてですねアイコンも入ります。たしめると何が入ってるかわからないでこれ一回入れるとね結構硬いんですよ。ここからそういうもんこうやってねグッてやれば取れます。はい、取れました。はい、デラックス版と比べるとこんな感じです。ちっちゃい。最後はゴーストドライバーでーす。周りはこんな感じですね。はい、こんな感じです。ゴーストドライバーはパーツで色分けされております。こことここ以外は全部パーツの色です。でデラックス版同様ここが開きますということですね。でね、こちらがね龍馬ゴーストアイコンです。ちっちゃいちっちゃいちっちゃいです。デラックス版とはこれぐらいの差があります。中も回転して絵柄は変わるんですけど、好きなシールから2枚しか選べないっていうね、これもうちょっとなんとかしてほしかったかなっていう感はありますと。変身遊びとかはできます。開いてここに刺すとこがあるのでね、これをこうガチンとくっつけてカパッと閉めてガシン。ただねこのトリガーは、ただくっついてるだけなのでこう稼働はするんですけど、別にねここにここと連動してるわけではないので絵柄は変わりません。ただこうやって入れて雰囲気だけはねできますということですよ。そんなわけで今日は仮面ライダーゴーストキット4を紹介しました。個人的にはねメガウルオーダーが一番いいんじゃないかなと思います。結構忠実にね再現されてると思いますよ。これかっこいいねえかなたくん。うん、はい、皆さんもねぜひ買ってみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。バイバイ。